ここからは県内のニュースです。岩手県教育委員会は2月18日県立高校再編計画後期計画最終案の盛岡ブロックをめぐり説明会を開きました。説明会は盛岡市内丸の県民会館で住民向けに開かれ、約110名の参加者に対し盛岡南高校と小塚田高校の統合について説明されました。統合は2025年度に計画されており、両校統合への疑問が相次ぐ中、各市町村の学校を守るため頑張ってほしいと評価する声もありました。県教委は盛岡地区の中学卒業予定者が減少する現状などを説明し、学級減だけでの対応は困難と強調。統合新施設校は多様な学びを連携し、地域とも共同して新しい学校を作ると住民らへの理解を求めました。これを受けて僕は、少子化問題のほか学校の運営コストもあるだろう、母校を残したい考えが個人の思い出のためという感情論ではあるまいなと話しているほか、新しい学校となれば制服が気になりますがねと話しています。続いては国際ニュースです。お隣の国韓国では20の活動が